これは人とあやかしが共存していた時代。もとより陰界に属する魑魅魍魎は闇に潜んで機会を伺っている。彼らの目的は夜の平安京で暴れ、充実した楽しい毎日を送ることである。金魚じいじい、金魚じいじい。はあ、金魚姫か。何か用か。私と一緒に世界征服しろ。はあ、悪いな。わしはもう年だし、世界征服なんぞ若い人にお任せしよう。だから若い人に聞く方がいいですか。蛍草、蛍草。金魚姫さん、何かご用？私と一緒に世界征服しろ。私にはそんなこと。私は弱い妖怪なので。若くて強い妖怪を探せばいいですか。誰だ。下を見ろ。下は。ん、なんだこのチビは。誰がチビだ。金魚姫だよ。荒川で最強の妖怪だ。一緒に世界征服しろ。荒川、こいつ荒川最強の妖怪だと。荒川最強の妖怪。ん、誰かと思ったらこのチビか。何しに来た。さっさと帰る。まったく、いつもいつもうるさいやつだ。黒夜山へ向かってるな。あの辺りは危険だが、心配はないよな。ちょっと見てくる。いってらっしゃい。これは良い色だ。この赤いのを買おう。一太郎兄さん、なんで勝手に決めてる。そうだそうだ、俺たちの意見も聞け。ご先祖様は言った、肝心な時はお兄さんに従えと。見てねえや。似たの三太郎、この色が不満か。赤を目立ちすぎだ。かまいたちたちがまた喧嘩してますよ。そんなにいいなら一太郎兄さん。清明様、少し様子を見ていった方がよくありませんか。大丈夫、今彼らに任せて。一番下はもう嫌だ。二人とも降りろ。ちまき、毎日食べたいのに。一年を待つ、この時が来た。おかみさん、肉ちまき20個。肉ちまき？もかあるか。ちまきは甘いちまきだろ。よほかえ、よほ。甘いちまきなんのかえるか。かまいたちたちがまた喧嘩してます。あいつ、もしかして酒呑童子だ。え、あの、エンマ様より怖いと噂の。あ、なんだよ。こっち見てる。こら、震えるな。下が辛いぞ。走れ、下の見せ場だぞ。早くしろ。うわ、今回は一致してるようですね。これはいわゆる軽艇火器に攻めげども、外その穴取りを防ぐ。